はい、P0 です。いつもご覧いただきありがとうございます。それではね、簡単すぐみで、短い動画でね、紹介していきたいと思います。この動画は形と動き、キットに盛り込まれた特徴をささっとお伝えする動画です。2019年6月末に発売されたバンダイマスターグレードガンダム NT1、バージョン 2.0 アレックスガンダムです。ででんと、出来上がりはこの大きさ、比較として並べてみました。さて、いきなりですが、可動範囲の方をお話ししていきましょう。まずは腕から。手首の動きはこんな感じです。肩、肘、肩の軸には、ここの例のね、ビニール袋で、シーリングカバーされるようになっています。チューブですね。で、これを挟んでやって、で、ぐしゅっとやると。指定されていますね。まあ、こうぐじゅぐじゅっとこれでここにかぶしてやると、みよみよんと、はい、ギミックとしてガトリングガンの方は前腕側面から出てくることになります。でガトリングガンのパーツはすでに塗装済みとなっていました。次に足。フットパーツはつま先が折れる可動式となっています。足首はボールジョイント接続。膝は二重関節でこんな感じに。で、太ももにロール軸があります。次に腰に行きます。アーマー裏にはそれぞれ裏打ちにモールドがありました。裏打ちのね、されております。股関節の左右のスイング、独立のスイング機構は省略されています。次に胴体。胴体と下半身の接続に二重のヒンジ機構とロールが可能になっているわけで、これでね、かなり自由な胴体の動きが再現できます。何より引っ張ればお腹がね、前かがみで下へ向けることができるようになりました。これまで膝立ちした時に前かがみにならないので不自然だったこのポージングなんですけれども、今回このお腹のね、関節機構により前かがみができる、まあ、自然なポージングが可能となったわけですね。コックピットハッチの開閉機構があります。中にはクリス・マッケンジーが乗っています。全体的なディティールの特徴として、散りばめられたバーニアはこれ2色成形でございます。ホワイトと黄色で美しいワンポイント。これから穴を通せるようにですね、棒を通せるようにこう穴を開けておいて、でこれで入れてやると、そうするとここからね、針かなんかで刺せば外せるかなと。怖いけどね、はい、これで外せますね。ここだけは押さえておきたいところです。さあ、今から言いますが、素材の変化ですね。これまで ABS 樹脂をメインとしていた構造体だったんですが、まあ、ヒンジ部分への、ABS ではなく KPS 樹脂による採用が増えてまいりました。挟む、ヒンジで挟むっていうのがね、結構多くて、腕だけでも今の時点で挟んで組み立てて、それをさらに挟んでっていうのを繰り返してますね。これにより塗装する時の心配事が一つ減りますね。めっちゃ画期的です。さて、次回はチョバムアーマーの取り付けを予定しています。残りのパーツを組み立てて完成としたいと思います。それでは短いですが、今日はここまでです。ブログ、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それでは P0 でした。